アニメ、名探偵コナン、の劇場版、名探偵コナン、黒鉄の魚影、サブマリン、が19日、日本テレビ系、金曜ロードショー、で放送された。昨年10月に亡くなった声優、和木美優のぞみさんが声を務めるキャラクタージョディが登場し、再び和木さんの声を聞くことができ、ネット上では、また和木さんの声を聞けるとは、寂しい気持ちになりました、などの声が上がっている。金曜ロードショーの公式 X でも、FBI 捜査官リーダーはジェイムズ・ブラック、恥高や、卓越したドライビングテクニックの持ち主アンドレ・キャメル、ケンジ、そして幼い頃ベルモットに両親を殺害されたジョディ・スターリング、ジョディの声を担当した和木美優のぞみさんは、昨年10月に惜しくも逝去されました、と綴った。これにネット上では、ジョディ先生、和木美優のぞみさん、最後の出演の劇場版になりました。ありがとうございました。ジョディ先生この映画に出てくれていてよかったな。先生の声大好きでした。ジョディ先生、この声聞けたのこれが最後だったんだな、と思うと、本当に悲しくなってくる。なんとなく見て大泣きしてしまった。ジョディ先生、和木美優のぞみさんの演技大好きでした。などと再び惜しむ声が上がっている。同作は、東京、八丈島近海に建設された。世界中の防犯カメラをつなぐための海洋施設、パシフィック、V、が舞台、本格稼働に向けて、世界各国のエンジニアが集結し、ステム稼働に向け着々と準備が進められていた。その施設内で、一人の女性エンジニアが黒ずくめの組織に誘拐される事件が発生。さらに彼女が持っていた、ある情報を記す USB、が組織の手に渡ってしまう。灰原の正体を嗅ぎつけた黒ずくめの組織の男、銀河の影が忍び寄る、というストーリー。コナンと廃言の前に、黒ずくめの組織、が立ちはだかる。劇場版シリーズ歴代最高となる興行収入 138.8 億円を記録しており、本編ノーカットで初放送された。和木さんは多臓器不全のため76歳で死去。アニメ、名探偵コナン、ジョディ・スターリング、はじめ人間ゴン、母ちゃん、野原のジュリー、ブラウン、ザ・シンプソンズ、シンプソン、映画、101匹ワンちゃん、アニータ・ラドクリフなどの声を務めた、ネットの声、大人の事情があるのかもしれないけどそろそろ黒の組織関連を解決してほしい、長期間連載しているということもあり、役者さんもお亡くなりになっているし私自身もコナンという作品の結末を知らないまま突然この世を去るのはとても無念です。もし引き延ばしをしているのであれば黒の組織関連を解決してから、編集部の意向で好きに新しい事件を作って解決して小学館を継続してください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。